今回紹介するのは「両親を持たない人たち」という本です。この人はどうしてこんなことをするのだろう。よくこんなことができるな、と思うことがあり、手に取った本、想像していたよりはるかに深い内容で、そもそも両親は何のためにあるのか、両親がある方が不利なのか、といった哲学的な問いにまで発展し、今まで、 当たり前すぎてわざわざ口に出すのも恥ずかしいような両親という存在について考えさせられました。両親がない方がストッパーがないので自分の願望の赴くままに巧妙に他を陥れてでも行動ができ目標をつかみ取ることもある。でも両親がないと他人に罪悪感を抱いたり同情したり共感したりすることがなく 誰かを愛したりするここととと。もできないということ協力してつながって共に喜ぶということもない。両親を持たない人たちはそういった感情的な起伏がないため退屈に耐えられずより強い刺激を求めやがては自滅していくことが多いそう。自分にはささやかでも両親というものがあってよかったと思うことができた。そして、 両親のない人と出会ったら全力で逃げたいと思う具体的な対処法が載っていて情報として役に立つし両親について深く考える機会をくれるなかなかない領書だと思います以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。